はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。僕らですね、やっとシャンプー2に戻ってきました。結構ね、シャンプーさんで足止め食らっちゃって2回ぐらいかな、シャンプーさんを、上がれずにね、さまよっていたんですけども、なんとかね今回上がれたということで、その中でやっぱりですね、シャンプーさんだとシューターがねめっちゃ強いんですよ。本当に強くって、シャンプー2とか1になっていくとだいぶ対策されたりはめられたりすることが多くなってき始めるんですけど、シャンプー2の配置って意外とまだね、そこが甘かったりするんですね。で、かつ、チャンプさんか、甘かったりするんですね。で、かつ、ちょっとね、やっぱ最近のレジェンド配置とか、フレゼン等々見てても思うんですけど、シューターに対する対策がちょっと甘くなってるかなっていう気がします。もう、シューターってはめられたら一巻の終わりっていう部分があるんで、それを分かっているトップ層っていうのが、ちょっと使わなくなり始めてるんですね。一時期みたいにみんな使ってましたっていう環境じゃないんで、それにこうするように、配置の方もはめてシューターを潰すみたいな、意図で作られた配置っていうのはちょっと、なくなってきていて、割と使いやすい環境が出来上がってるんじゃないかなっていうふうに思います。なんで今日はね、シューターの使い方を4つ、ダダダダッとこうね、見ていこうというふうに思っています。いくつかパターンがあるんですけども、それをね、一個一個、見ていく中で、こんな風に使ったらいいんだなっていう、そのシューターをね、使いどころの見極めのヒントになったらというふうに思います。まず1本目、トミーさんですね。で、これシューター型の中華式です。トミーさんの場合、中華式と言いながら、バルキリーを混ぜるタイプのね、中華式よくやられるんですけども、これ何が美味しいかって、炭鉱周りがね全然これ、いやあれなんですよ、シューターで壊せちゃうんですね、簡単に。ちょっとなんかすげえ線が薄いな。炭鉱周りを簡単にシューターで壊せちゃうんで、この部分がねだいぶ美味しいです。でここを壊すことによって何て言うのかな、ここグランドボデンでカットしますよね。そうするとまっすぐダーッとね、こういう風にユニットを流すことができるようなルートが作れちゃうんですね。で、こういう風にグランドボデンのカットをしてる最中ずっと見てるしかないじゃないですか。見てるしかないので、そこの部分でシューターを使っていくことによって、よりね時間を効率的に使っていくというパターンで使われることもよくあります。ちょっとごめんね、プラスのこのサイズ直した。こんな感じで、はい、タウンホールに、シューターを当てるんですけども、これクエイク使った後が見えると思うんですが、クエイクを使って確実にホールを起動させる、ないしは、スケルトンを使って、ホールを起動させる、ホールの起動を万が一できないっていう場合もあるんですけども、スケルトンを使うとテスラ釣れるっていう利点もあるので、タウンホール周りにテスラがあったりする場合なんかは結構ね、スケルトンっていうのがお得だったりします。あとはタウンホールに隣接するないしは1マス空きで大工の小屋がありますとかね、そういう防衛系の施設があったりする場合っていうのは、そこをシューターが下げた時にその横にあるタウンホールにもダメージが入るんですよ。こういう風に今これファイアスピリットって言われるこの赤い丸の部分、この赤い丸の部分にファイアスピリットがこう出てきて、今これインフェルノをちょっと攻撃しましたよね。こうやってタウンホール起動させるっていう方法があります。この辺の方法をうまく使ってタウンホールを起動させていくことによって、きちっとね、シューターがタウンホールを狙ってくれるような格好を作るというわけですね。で、今回ロイヤルチャンピオンでここを掃除したかったんだと思うんですが、ちょっと相手のクイーンと当たっちゃって、不運にも伸びずに終わっちゃいました。でもそれができなかったにせよ、きっちりタウンホールがもうほぼノーダメージ、ほぼっていうか全然ノーダメージでも取れちゃってるんで、そこに対してユニットだったり、あと呪文を消化されることがないんですね。もう、数はしっかり残ってるんで、これ時間ギリギリではあったんですけども、このまま数の力で押し切って全カメラ持っていくという形で、攻め終えます。まず1個目ですね、タウンホールを壊す。ただ注意すべきはやっぱりタウンホールって簡単に本来シューターで壊されたくないので、テスラがそこら辺に置いてあったりとか、あとはスケルトントラップ罠そうですねがあって、シューターを攻撃してくるように仕掛けられている場合があります。なんで、これ絶対にこけられないぞっていう場合にはタウンホールシューターで狙うだけだと割と事故を起こす可能性がありますから、しっかりね、シューターを使うときにちょっとこうシューターにも目をやりながら、テスラに捕まってないかなとか、スケルトントラップが殴ってないかなとか、そういう注意をしておくのは大事かなというふうに思います。はい、まずこれ1個目ですね。で、もう1個ね、ホールを取るっていうパターンも見てほしいなと思うんですけども、タウンホールって結構ねガチガチに守っているような村あったりするんですよ。で、そういうガチガチに守っている村っていうのは、まさにこんな感じですよね。
ホール周りに、大砲とかね、ボムタワー、アシャトーとか、たくさんあります。で、さらにここ、テスラがガンガン出てくるんですね。アキさん、これ、しっかりテスラが出てくることを想定して、ここにバルーンを当てていってます。で、このバルーン自体は、これ、迫撃砲壊し用ですね。しっかり迫撃砲を壊しながら、テスラを暴いていって、で、その後、満を持して、こう、シューターを出していきます。テスラを、壊す、迫撃を壊す。これに合計8本かな ?8 体か。8体の、ね、バルーンを確か使ってたと思うな。これぐらい使ってますね。だから、40枠って相当なんですけど、シューターがそれをすることによって、こう、刺さる環境を作れた後は、もうだいぶ強いんですね。これ見てほしいんですけど、ゴリゴリこの辺っていうのを、シューターが全部壊していくんですよ。まあ、バルーンの破壊も相まってっていうことではあるんですけど、めちゃくちゃ仕事しますよね。で、この間に、時間がどんどんまあ過ぎていってるわけなんですが、それを効率的に取っていく、ための施策として使ってるのがライドラになります。スーパードラゴンとシューターっていう組み合わせは無難に強くて、最後までスパドラが生き残る、まあ、ことが多々あるわけなんですが、一方で時間が切れちゃうってことも結構起こり得るんですね。その点ライドラに関しては多少こうシューターで時間を使っても、ほら今残り1分15秒なんですよ、リプレイが終わるまで。つまりライダーを出してから1分強で、前回まで持っていくわけですね。1分だから8秒9秒ぐらいですよ。めちゃくちゃ電光石火じゃないですか。でこれぐらいの時間で前回まで持っていけるライダーを使うからこそ、今見てもらってるぐらい長くシューターを、タウンホール区画に当て続けることができる、当て続けることができれば、それが全部ライドラのサイドカットにもなってくるので、しっかりライドラがですね、この部分入り込まず、ポイントの攻撃にも入り込まず、このルートをガツンとこうまっすぐ行ってくれてる。で、脇にこう流れたライドラも、外側からイーグル砲を殴っていくっていう感じですね。で、キングとクイーンは、タウンホールの方にこう出していくことによって、ここですね、宝石対空砲をしっかり折っていってもらおうという形を作っていってます。こんな感じですね。まあ、こっちにヒーローを当ててもいい、キングクイーンを当てるって手もあるんですけど、このね、クラン城がね、ここにある上に、相手のアーチャークイーンもいたりするんで、ヒーローを止められちゃう可能性が結構高いんですね。こういうダダッ広い区画って、ちょっと話がずれますけど、ダダッ広い区画っていうのは結構テスラとかスケルトンドラップが置いてあって、一見壁がなくてヒーローが伸ばせそうなんだけども、やらせないよっていうパターンがあったりします。もう今ね、配置を簡単にコピーできる時代なので、そういう上手い人が作った配置がゴロゴロしてるんですね。というところを見越して、秋風さん、この広い部分にキングクイーン当てるんじゃなくて、援軍も無視できる反対側ですね。こっち側に当てていくことによって、最後までアチャクイとキングに仕事をさせて、ライドラで壊しきれなかった部分を壊して前回まで持っていくというね、プランニングにしています。これうまいですね。結構勇気がいるというか、どうしても今の広い区画にぶち込みたくなるんですけどね。はい。で、もう一個、バックワードという、切り口で言うと、もうこういうの見けたらもうやるしかないなって感じです。これはね、もうぜひやった方がいいかなっていう、パターンですね。この辺。この辺ね。クロスボウも、まあ、対空だとギリギリこの射程と、シューターの射程が一致するぐらいなわけなんですよ。で、陸のクロスボウだったら全然、クロスの射程の方が長くてシューターが苦戦するっていう、まあ、パターンになるわけなんですけども、もうこの対空のクロスがこの投石の奥にある。で、かつここ、迫撃砲がないですよね。ちょっとね、これ、本来、ジャイ先に出したりとかして、シューター守ればよかったんですけど、守んなかったんで、でシューターがちょっとから若干ダメージ食らってますね。これ多分失敗だと思うんですが、とはいえ、そこからのアドバンテージがめちゃくちゃでかいんですね、これ。カズさん、これを多分この部分見けた瞬間にほぼ勝ちを確信したんじゃないかなと思うんですけど、ここね、丸々こうシューターで削っていくんですね。で、グランドウォーディンはその間、やっぱりここね、おでひーの形を取りながら、カットをしている。シューターとおでひーを並行させることによって、1本目のトミーさんのリップと同じなんですけども、時間を有効活用できる。まあ、それぞれ時間がかかっちゃうパートなんだったら、ゆっくり進行するんで、まあ、ケアもしやすいし、同時並行にしたいという考え方ですね。で、今回の攻め方に関しては、この部分丸々シューターで壊せるから、本体をこっちから流し込んでいって、ここだけを本体で取っていこうという格好です。まあ、最初ね、これアチャトのダメージ食らったんで、ここ体力もう赤ゲージになっちゃってるんですけども、
これが本当にアシャトのターゲットを食らってなかったら、投石、あとは、インフェルノぐらいまでがっつり、シューターが折っていってくれたんじゃないかなと思います。これちょっともったいなかったですよね。とはいえ、まあ、この区画、だいぶ3時方面、シューターがゴリゴリ削ってくれてるんで、そのアドバンテージたるや、まあ、相当なものですね。で、あとは、きっちりとボーラーたちがタウンホールを壊してから、一部ね、この3時方面にこう流れ込んでいって、アーチャークイーンとかが流れ込んでいくんですけども、それによってこの部分壊し損ねた部分を殲滅していく。で、タウンホールはきっちりと、レイジーフリーズの状態でペッカが殴り壊していくという格好になってますね。これで全開です。やっぱね、グランドオーデンのおでひパートって、何にせよ時間がかかるんですよ。スパビズをやろうとしても、中華式やろうとしても、ボーラーやろうとしても、そこを効率的に時間を使うという意味で、シューターと組み合わせて、まあ、同時並行で破壊を進めていくっていうパターンは、本当よくね、見られるし、これをやらせてしまうような配置を、見つけた場合には、まあ、やらせてしまうとか、やらせてもらえてしまうような配置を見つけた場合には、まあ、ぜひね、そういう攻め方ができる方に攻めてもらうとか、まあ、自分でそういう攻め方を試してみるとかね、すると成果が上がりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、ラストですね。今回、まあ、スパドラはちょっと組み合わせは見せてないんですけども、さっきの、まあ、ライドラのパターンっていうのが、まあ、スパドラにはまったりもするので、ちょっとね、今回は僕のリプでスパドラがあるっちゃあるんだが、まあまあ、いいでしょう。スパドラのシューター型はよくいろんなところで見るし、僕も加工動画で結構上げてるので、はい。今日見てもらいたいもう一本はこいつですね。ジョーカーさんのアタック。クイヒーと組み合わせるってことですね。まあ、クイヒーラバルをやってるんですけども、別に、ディガホグでやってもいいとは思います。何かっていうと、ここね、ここの部分っていうのが、クロス棒もなければ迫撃砲もないんですよね。ちょっとこの層、ここの部分、今線引いたこの部分に、テスラが入ってくるんじゃないかなっていう不安はありますけども、まあ、そこだけかな、怖いのは。それ以外はもう全然怖くもなんともないんで、もうガンガンシューターで腰の部分削っていきます。で、削っていきながら、クイヒーをこの真ん中、ゴリ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 こう歩かしていくんですね。で、見ていてほしいんですけども、シューターの進行速度とクイヒーの進行速度って、意外とシンクロするんですね。ま、合うんですよ。なんで、どっちかが先に行き過ぎるっていうことがあんましないので、まあ、シューターが先に行き過ぎてくれる分には問題ないのかな。どっちかというと、アシャクイが先行していることがないっていう方が大事かもしれないですね。はい。なので、結構ですね、いい感じで、このアシャクイとシューターが、ほら、これ、面で、こう、戦線をね、押し上げていくような形を作っていってくれます。こんな感じですね。はい。で、それに対して、キングを外周、このタウンホール方面歩かせていって、で、さらに後ろからグランドボールで来て、キングウォーレの格好ですね。アーチャークイーンはなおも前進していきながらシューターも上から打っていると。もうこの時点でもシューターなんか多分全然見てないでしょうね。ジョーカーさん。がっつり、ヒーローカードの方に、視線を送ってるというふうに思いますけども、まだアーチャークイーンどんどん行くじゃないですか。はい。で、外周はキングですね。タウンホールしっかりキングで取っていってから、あとは、グランドを、マジだ。ラバーハウンド、バルーン、あとロイヤルチャンピオンを使って残ったこの投石のあたりっていうのを一掃していくという形ですね。フィストを使ってから、ここでストライカーも出しつつのトーム。うまいですね。こうすることによって、相手のロイヤルチャンピオンもしっかり処理しながら、トーム状態で、キングと、あと、レイジンの方、バーバリアンが暴れまくってくれるということですね。で、残り、右下の方に関しては、ロイヤルチャンピオン、さっき言ったようにロイヤルチャンピオンとバルーンを出していきながら、そのまま攻めつつしていくと。さらに中央部分もクイヒーがまだ生き残っているので、これね、しぶとく生き残ってるじゃないですか。なんで、こいつを、さらに真ん中に持っていって、この辺全部こう壊していきながら、ラバルのルートを作りつつ、まあ、回収を急いでいくという格好ですね。ちなみに今回これシューターの中からはドラゴン出てきましたね。まあ、多分ドラゴンバルーンかな。まあ、そうすることによって、こっち方面の回収っていうのが、外周のこの部分ね、回収ができずに、それが残って時間切れっていうケースは、まあ、十分考えられるので、まあ、そうならないように、きっちりと、ドラゴンを入れて回収をさせているというところかなというふうに思います。ロイヤルチャンピオン、ここでまだホーミングシールド残している上にインビジブルマンはあるので、もう盤石ですね。シールドを打っていって全体です。という格好で、今日はね、シューターに関する、ま、テクニックとして、ま、4つほどまとめてリープをお届けいたしました。
どうですかね、参考になったら本当に嬉しいなというふうに思うんですが、まあ、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、僕のチャンネルこんな形でクラウン体制の解説中心にやっております。タンホール13、14をメインで扱っておりますので、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では今日はこんなところで動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。